さあ、こちらのファンタジー借金返済お店経営シム。せっかくね、日本語に出したんで、初めからやってみようかな。まあ、チュートリアルをね、英語で以前やってるんで、そこをね、どれかな。なんか、大きさかなんかで選んだ教科で、こういう感じで選んだよね。難易度っていうので、見たことがないんですけど、難易度でやってみようかな、じゃあ。まあ当然難しいでしょう。まあやんないですけどね。あ、で、そうか。こっから選ぶのね。大きい方がいいです。あ、ハロウィンって今何でやったんだろう、じゃあ前回ね。さあ、我が子よ。この土地は何世代にもわたって一族のものだった。君のものになったよと。君のものになったんだが、負債を返済し、クープマン家の名前を以前の栄光なるものに戻すことが、使命だと。これね、私たちができなかったことがここだよね。つまり借金を返せなかったと。没落してしまった、そういう家なんだね。このクープマン家が。で、方法はシンプルで、買ったものをより高く売るだけ。そしてより多くの客にアピールをするために店舗を拡大する。全力で頑張ってくれ、マークス・クープマン。すごいね、丸投げだね。丸が投げられてるけど大丈夫ですか？真っ青です、それも真っ青ですね。そこでプレイ方法の説明ご希望ですかと。ここでやってみよう。まあ、すぐに終わるんでね。なかなかあれですけど。さあ、これ右上に目的出てて、これがね、すべて英語だったわけなんですけど、あとこういう季節性のイベント。これ春とか。花が咲き始め、道具の値段が上がり、食べ物が安くなるよと。春って一番高いと思うんですけどね。あ、でも冬野菜とかあるか。なんか、これから作り出すっていう感じがするんで、なんか一番食べ物安そうなのって秋とかそんな感じするんですけどね。まあ、この世界だと春が食べ物が安いと。春のうちに買い溜めといて、春の終わり頃に買い溜めて、夏売ればそのデバフが解けるんで、差額が儲かると。まあ、なかなかね、このゲーム商品をストックできないっていうのがあるんでね。さあ、まずカメラ回転。で、まず4日目だよね。で、借金50シルバー払うと。で、まず購入からカウンターを置こうと。で、ここは別にね、人がいる必要はなくて、あればいいと。なんでまあ、こうかな。さあ次、カウンターで注文して配送受けるよと。何でもいいのかな。で、ここで、プラス29、これは何にも関係ないかな。これが春の効果。道具の値段が上がってるみたいになったけど、道具に関係するものなんで釘が上がってると。で、春なんで食料マイナス 40%。で、まあ、上から価値、イベントによる上下。で、それで価格が確定して、で、販売値、売り値はもう決まってるんで、そっから利益が自動的に出てくると。ダリンゴは今、買って売れば2の利益。まあ、需要があるかどうかっていうのはね、また別の問題だよね。で、こういうシャツとか品質によって変わったりするんで、まず野菜スープだったかな。あと、ま、釘とポーションも一応入れとくか。この辺あんま変わらない記憶あるんでね。さて次、商品を陳列したテーブルを置くよと。まずはまあこんな感じかな。3つですかね。3つ置いて並べると。いや、懐かしいですね。もうね、1年くらい経った気がするんですけど、数ヶ月らしいですね。エントランスでショップ開ける。ここですね。開けましょう。ショップ名、これはあんまね、ゲーム中ショップ名ってね、どこでも出ないんで、なんでもいいかな。
じゃあこれカウンターでトレーダーからアイテムを購入する。これは多分ここじゃないですかね。まあ、トレーダーそのものが来ると。奥さんなんか欲しいもありますか？あったら言ってください。何でもね。何でも要望に応えます。あ、それ欲しいんですか。どうやっぱ野菜。お、ん？2つ買った今。さあ、トレーダーさん来るまで待たないで。あ、来た来た、こいつこいつ。で、この人に、この人はね、基本的に物安く売ってくれるんで、利益が上がってくると。で、これ、左がこいつが持ってる量だね。で、リンゴ18個買うことができると。まあ、それかけるして利益をね、計算することもできますね。まあ、18個あれば、まあ、およそ100くらい手に入ると。まあ、90ですね。で、利益だけで言うと野菜スープだな。で、右これ持ってる数。だ、結構今売れてるんで、10くらいいっちゃっていいんじゃないかなと。アイテム15個しか持てないんでね。あれ、買えないか、そもそも。買えるか。6個。今、なくなってる分もあるのかな？ 8 個入った。あ、そう、8個しかも買ってないや。10個買った気になってましたけど。野菜スープも、野菜スープは春の効果受けてないかな。春の効果でプラスだね。食べ物っていうのは生の生鮮食品的な意味合いなのかな。それ以外で言うと、まあ、シャツとかの方が利益高い。あと、釘か。まあ、ほどほどに買っ、いや、いい。多分売れない、そんなものは。野菜スープです。で、ビルドメニューでお店を大きくするためのタイルを購入ね。これはお店が閉まってからやると。まあ、一日ね、ここを出てますけど、もう終わります。で、これパレット増やして、この持てる数ね、今アイテム15個しか持てないんで、これを増やすよと。これ何置いてた？釘か。釘売れたんだね。ちょ、買っとく？これ価格もね、ちょくちょく変動するんで、イベントで。今より安くなる可能性もあるし、高くなる可能性もある。ただ、利益2か。カスみたいな利益ですね。先はトレーダーかな。さあ、ちなみにもう説明は終わってます。じゃあ、ちょっとだけやろうかなと。いうとこでし。まあ、閉じなくても勝手に閉じるんでね。なんか、まだ客いんのかな。さあ、閉じましたね。まあ、借金を一回払うところに行ってみるか。で、次ね、大きくしよう。これ、構築だね。まずは横に。2マスならこのカウンターを入れることができる。で、これ広げるごとに価格上がっていくんでね。まあ、3くらいいっとくか。これ確定するよと。で、ここら辺に置いとこう。これどこでもいいんでね。別に買ったやつは出てくるだけなんで。で、アイテム販売は、まあ、続けていくしかないね。ポーションを求めらんなかったな。そもそも欲しくない的な。てか、ポーションあれ持ってな。売れてましたね。なんか並べてないよね。あ、リンゴかな。まあ、ちょっとトレーダーから買いたいなと。で、さっきね、買えなくなってたんで、ここにあるこれパレット。これで10個持てると、もう赤字になりそうなんでね、これ以上いくと。残り9です。これで借金返せないんでね。これ行きましょう。借金基本的に、5日に1回とかかな？ 4 日に1回か。まあ結構早いペースで返す人があるんで、お店をね、右肩上がりに成長させていかないといけない。で、ゲーム1年じゃ確か借金は返し終わらないはずだね。20回払うんで。どうだったかな？季節的に一周してたと思うんですけど。はいはいと。さあ、転売していきましょう。この世界の心は転売ですからね。まあ、後々畑とか、あとクラフトもできるんで、クラフトすればね、どんどんレベル上がっていって、より品質の高いものが作れて、まあ、それが利益につながってくるんですが、まあ、最初はね、差額で儲けると。お金がないですね。あ、あれは届ける方かな。はいはい、どうぞ。薄利多売です、こんなもんは。
それまだいるの？無理無理無理。こういう時にお客さんにね、こう後ろからトントンと。ヒーリングポーションを希望しています。で、これ別に並べなくても直接ね、渡すこともできるんですけど、まあ、帰ってくれと。ないですからね。ここ並んでなくて欲しいものがあった場合にあげられるはずなんで、だリンゴはね、最悪直渡し。いけるんですが。やばい。経営が成り立ってないんですけど。で、人雇えばね、まあ、こういう陳列作業やってくれるんで、今、ポーションすごい人気か、まあ、そうでもないか。なんか序盤野菜スープばっか作ってた記憶あるんですけど。いる？どうぞ。お前がいるんかい。二人分なんだね。二人分なのかな。さあ次、デコレーション増やしてハート増やそう。これ魅力だね。あ、リンゴ。これめちゃくちゃいいんだけど、売れてないからね。だから在庫をあんまり抱えてもいけないというところ、非常に大事です。で、これポーションいい利益になるんで、数だけ買おうかな。二日でだからまだいけるな。よし、並べとこう。さあ、在庫を持たない経営が求められてますから。まあ、昨今の半導体不足ではね、在庫を増やそうというところ見られますけども、ね、需要が一気に落ち込めば受注が減ってみたいなのありますからね。我々はちょっとあまり在庫を持ちたくないです。まあ、ただ季節に合わせてのやつはいいんですけど、これまだ春ね、こんだけなんで、ゲージで言うと。春安いものを今買い溜めておく必要はないかなと。パーセント剥げればこれ 40% 値上げになるわけだよね。まあ、このプラス 40% のこれついてるんで、プラマイゼロなんですけど、マイナスが剥げれば利益はもっと乗ってくるはずと。それだから割安で買って、ね、うまく売れればいいんですけど、温存もなかなか難しいですからね。さあ、で、借金返すときが来たぞ。行きましょう。さあ、この20回のうち1回目の借金の支払いをしましょうかと。今すぐ支払いますよということですけど、開くこともできますね。これ1日の終わりに支払いますか。だからつまり、今手持ち40しかないんだけど、商品並んでるもので言えば、まあ、2、3個ぐらいはね、50上回るよと。そういう時に、先にショップ開くことができると。ね。まだまだいいかな、一旦。借金ってできる限り後に返した方がいいんで金利が低ければね、先に伸ばしたいです。借り換えそこまでして先に伸ばしたいですけど、野菜スープがないですね。これいけるか。2買ってあげよう。はい、どうぞ。あ、来た。あ、ちょっと待って待って。ここでダイレクト。じゃ。さあ、これショップレベルですね。ここでクラフトポイントっていうのをね、獲得して、これ今出てます。製造所を使用すると。これガーデンでいいの？最初。ガーデンじゃないね。ドッキリマークのものがアンロックできるんですけど、これが製造所カテゴリーじゃないかな。今だと、野菜スープは買ってるんですけど、野菜を買ってきて作ることもできる。でも最初はね、何やってたっけな。最初か。なんか覚えてないな。まあ、まだいいんじゃね。別に。あ、じゃあ、このおじさんにそう渡さないと。このおじさんに直接販売しますよと。こういうことができるんでね。リンゴって料理に野菜スープにはならないからね。こうかな。釘結構売れてんね。はい、どうぞ。よし、ここで利益出るね。ここで返せると。勝手に返すのかな、終わった瞬間に。え、どうぞ。あれ、釘完売です。
これでしまって今149あるんですが、これが引かれるんじゃないですか。でその、あ、50引かれたね。で、この残りのお金でまたデコレーションとか、で投資をして広げてって、で、いずれ自動化するみたいな感じかな。まあ、ここにありますけど、従業員がね、いずれ雇えるんですよね。まあ、まだないかな。バンバンこれね、全然ないですけど、解除していって、デコレーションとか増やしていけると。まあ、これ目的もね、しっかり日本語されてるんで、あとこういうね、季節性のイベント、あとなんか緊急性のイベントもあったりするんでね、このシーズンだけ、このシーズンというか、この数日間だけ安くなるとか、高くなるとかもあるんで、そういうイベントをね、しっかり活かして、ね、差額を設けていくと。そうして借金を返していって、家族の名誉を復活すると、そういうね、お店経営シムですね。